フライシュマン製法ゲージフライシュマンはかつてドイツにあった独立した模型メーカーであり、現在はモデルアイゼンバーンホールディング傘下の模型メーカーである。ニュルンベルク近郊のハイルズブロンにおいてフライシュマン家による家族経営で鉄道模型や玩具などを製造していた。2008年経営悪化によりモデルアイゼンバーンホールディングに買収された。 鉄道模型は、ーゲージを主に製造する。交流三線式ホ式ゲージをメルクリンシステムと呼ぶのに対して、直流二線式をフライシーマンシステムと呼ぶことがある。また、ピッコロのブランド名で N ゲージも製造している。2009年の売上高は1820万ユーロで、輸出比率は2割。ヨーロッパの鉄道模型市場での占有率は、メルクリン、ホーンビー。 ロコに次いで4位の10%。従業員数は2010年現在で180名。1887年、ドイツ南部のニュルンベルクでヨアン・フライシマンによって創業された。当初は船や動物のフィギュアなどのブリッキ製の玩具を製造していた。1938年、ニュルンベルクのドール社を買収し、 交流参戦式のオーゲージ鉄道模型と蒸気エンジン模型の製造を引き継いだ。ドール社のペータードールによってフライシュマン向けに新規にオーゲージ製品が設計されたものの第二次世界大戦の影響で停止され、戦後の1949年にフライシュマンブランドでの製造を開始した。蒸気エンジン模型や玩具はグは1969年までドールブランドで製造が続けられた。 1952年に現在主力となる4ゲージ市場に参入。1969年に N ゲージ市場にピッコロブランドで参入した。プロトタイプは西ドイツを中心としたヨーロッパの鉄道が中心である。1967年からスロットカーに参入したが、後に撤退している。2008年。 オーストリアの鉄道模型メーカーであるロコの親会社のモデルアイゼンバーンホールディングに買収された。ホームゲージと N ゲージの鉄道模型を製造している。製品は射出成形によるプラスチック製がほとんどだが、動力車などの車両は一部内キャスト製部品が使用されている。線路や電源装置、デジタルコマンドコントロール、ストラクチャーアクセサリーなども展開されており、同社製品のみで、 ドイツの鉄道の情景を再現することも可能である。初心者や入門者向けに車両、線路、制御装置が入ったスタートセットが毎年発売されている。近年ではデジタルコマンドコントロール仕様のスタートセットも登場している。方ゲージでは本来縮尺1 87であるが、同社では長さ方向のみ縮尺位93の ショーティーモデルとしているものがある。また、かつては、リバロッシなどのように、大きさを縮尺1 80前後とした製品が多かった。モデルアイゼンバーン、ホールディング参加においては、1980年代までのドイツの車両はフライシュマンで、1980年代以降のドイツの車両とドイツ以外の車両は6個から発売されることになった。N ゲージは、 ピッコロブランドで展開されている。同社ではロコ製品を引き継ぎピッコロブランドに統合した。いずれも直流2000式が採用されている。ホーゲー時ではメルクリンシステムに対応する交流3000式の動力車も製造している。また、客車などの非動力車用にメルクリンの先導規格に合わせた専用車輪があり、メルクリンシステムで使用する際には 交換が必要なものもあるため注意が必要である。カプラーは、ーゲージではヨーロッパ標準のループ式カプラーとフライシマン独自のプロフィカプラーの2種類があり、N ゲージでもラピードカプラーとプロフィカプラーがある。かつてーゲージではベーカー式カプラーが使用されていた。ーゲージでは、同床付きのプロフィレールと同床なしのモデルレールがあり、両者において、 組み立て式線路とフレキシブル線路が存在する。プロフィレールの組み立て式線路の同床は硬いプラスチック製であるが、フレキシブル線路の同床は柔らかいゴム製となっている。N ゲージでは、同床付き線路は旧来からのピッコロ製品で、同床なし線路は旧ロコの N ゲージ用線路である。ラック式と残列車向けとして、 ノコギリ人形のラックレールが、ホーゲージ、N ゲージともにある。ポイントやターンテーブルなどの動作部分は交流参戦式となっている。ホーゲージ、N ゲージにて、ターンテーブルが手動式、電動式で製品化されている。またターンテーブルに合う、線形機関庫や球炭設備などが、キットにて製品化されている。また簡素なミニカーもある。 信号や踏切なども展開されている。制御機器は、ドイツ国内向けは、交流 230V 入力、直流 14V 出力が標準である。毎年カタログが発行されている。4ゲージ用と N ゲージ用に分けられている。ありがとうございます。